アマーカブロードキャスティング弱さを抱えて潰れそうになることもあるから全てがうまくいかなくたって前を向いて進んでゆこう重なったいくつもの輝きそれが力そうです ね, ねあの我々は、ね、私の方の個人的な なんかアレンジしたものをこう、ね、あのレコーディング手伝ってもらったとかいろんなことありますね、はい、レコーディングいただいたりとか、まあ、いろんなもう思い出語り尽くせないですよ ね, すね、うんまあ、主に僕もあの奥山さんも基本なんて言うんですかあのまあ、よく言えば職人系というか綺麗な女性ミュージシャンのこう発射台になるっていう立ち位置のことが多いですよねそうキャンパスねキャンパスそうですね、はい、なんかこれからもなんかいろんなそういうなんていうんですかいろんなところのピースにはまる役としてそうですねあの割とこういう言い方したけどそのいろんなこうちょっと混ぜるな危険みたいなところでこう接着剤的な役割を干渉剤ですよね2人でこう、うん、あの薬剤 A と薬剤 B でこう固まってみたいなこと多いですよね、うんうん、とてもね、うん、そうですね僕はなんかそんな自分は割と好きでんだよっていういやいや僕は全然それは一つのあまあねあの、はい、いろいろ考え方あれど一つのプロフェッショナルな音楽の ね,、うん、ですよねあの技術の一つなの接着剤も、はいうんうんうん、これからもあの一緒に頑張っていきたいなと思ってよろしくお願いしますイエーイさんはそのタブラをやるきっかけみたいな吉見さんって最初ギターだったんですよね、うん、ギタリストじゃないんだけど、まあ、ちょっとポップなものとプログレーが好きで、それを混ぜたようなやつで、まあ大阪でねバンド組んでたんですよ、でギターはまあギタリストじゃないけど弾きながら歌ったり曲作ったりしてたんですけど、うん、そのうちにまあタブラに出会ってどこで出会ったんでね、あれですね、そのギターのすごい高いのを買おうと思ってローンでね、うん、でそれを手に入れてそのジョン・マクラフリンみたいになりたいとああ、うん、またすごいとこ目指しましたね、うん、でその掘ってるじゃないですかあのフレットをこう、うんうん、チョーキングしやすいようにスキャロップとか、うん、そうそうそうあれ自分で彫刻刀こう買ってきて掘ってね全部掘って硬いでしょだって硬い木って必ず硬い木使うんで、ね、大変ですよ自分ですけど1個やりだした時にしまったと思ったら最後まで やるしかないと思ってね覚悟決めてやって、うん、でそれでマクラフリンのフレーズをこうビキビキビキと真似しながら弾いてたんですよとかやってたんですよ。で、その、あの、シャクティね。ジョン・マクラフリン・イズ・シャクティ。で、あのタブラが入ってるじゃない。で、あの音がなんともこの雰囲気が出るから、なんとなく自分でもそれをこう被せたりしたら面白いかなと思って、シャクティだったんだ。そう、やってるうちにこっちにタブラにハマっちゃった。
今ご覧いただいている通り、まあ、この機材群でですね、遠隔このいくつ今日は PC 稼働して、 PC は12台ですね。すごいんだけど、笑うしかないですね。その12台あったらどれいじってんのか分からなくなっちゃうよね、本当に。本当ですよね。なります、なります、うん、この全部モニターが ほぼ全て PC っていうことですね。はい、あーすごい。貝沼さんから、はい、いや実はねこのシンクルーム今超研究してるエンジニアさんがいるんで、うんうん、自分一人で配信やるの大変だからお願いしてみたらどうかなっていうのを、その自力配信やる前からねちょっとご提案はいただいてたんですよね、はい、うん、でもまあそれでいくらぐらいね、どのぐらい、うんうん、投げ銭とか集まるかわからないし、お支払いできるかどうかもわかんないし、自分でできそうなら自分でやってみようと思っての最初の配信だったんですけれども、はい、まあ、自分でやってみてこりゃ頼まなきゃダメだなってなったんですよね。だってずっと PC のこと気にしながらの演奏だからさ、そうなりますよね、もうやっぱね上の空なんだよね、うんうんうん、一応それもうこのね何十年もこの楽器弾いてるから心ここにあらずでも一応演奏はできるけれども、うん、やっぱ専念できないんですよね。そう、わかります。もう今私その気持ちですもん、うん、あそうか、あだって今だって機材チェックしながらトーク参加してますもんね。そうそうなんですよ。だから橋本さんにもその気持ちを一度味わっていただかないまあそう別にそういう意図ではないんですけど、まさに僕最初の配信の時にアマーカーブロードキャスティングボリューム2始まりました。始まりました。全然始まってなかったですけどね、今かよみたいな、ということで今日は2回目の配信ということで月2回で、はい、お届けする配信なので、前回第1回目はゲストをお呼びしたので今日は初めて2人だけでお届けするという、ね、大変マニアックな回になってます。エフェクターを試す叩き台にしてるでしょこの配信を。いやいや、ね、なんかほらもともと私ハモるのが好きだから、うん、うん、合唱団にもいたしね、うん、なんか人とハーモニーするのが好きなんですよ歌で、うん、うん、だからこう簡易的にでも自分の声だけどなんかハーモニーがあるの楽しいね。うん、なんか楽しそうですよ。僕は今日は一日必死のパッチでもう終わりましたけれども。そうそうそう。矢島さんにいつもしゃハモってよとか言ってもさ、うん、無理だよそんな、うん、弾きながらって、うんうん、ことなんで。無理ですよ。うん、ベースとメロディーなんて一番違うことやってんのに、それ同時にやれなんて何言ってんのって感じなんですけど。まあ今日はね一箇所だけ歌いましたけどね。そうですね。Don't worry, baby. 忘れなかったね、はい。いつも忘れちゃうから、ね。はい、赤ペンで書いたのがこうそうしました。やっぱね赤で僕は赤で生き赤字で生きる。あ、縁起でもねえなそれ。やだよ赤字で生きるなって黒字で生きてくださいよ。本当ですよね。というわけで、お届けしました、はい、アマーカプロドキャスティング、第2弾ボーボリューム2、まあぐったぐたで始まりましたけれども、アーカイブいい感じに残しますので、ね、はい、その辺、まあもちろんそのぐだぐだ部分はちょん切ってちゃんと始まったところからトリムして、でカメラも別に撮ってありますので、はい、多分もうちょいいい画像でに差し替わって、ご覧いただけるんじゃないかと思います。はい、皆様のお相手は、私矢島裕二と、ボーカル三品香織でした。どうもありがとうございました。皆さん本当お付き合いいただいてありがとうございました。